全部入ってるよ。はい。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛知病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男性男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。ありがとうございます。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。失礼しました。おじいさん、皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？はい。秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下がお生まれになった日です。はいはい、平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男性男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として、日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？
秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室と弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？はい、秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、
皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。国民として日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ご存知ですか？秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛知病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男性男子の誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はふっくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちで
8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝いしましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を記念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を記念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室外交の弥栄を記念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。
皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の宮家を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の家坂を記念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと
40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格の気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。親王殿下、お誕生日おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、
皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の家坂を記念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛知病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくと奥歯になり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちの方です。8月には初めてブータンに行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の家坂を記念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の家坂を記念いたします。
次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。お祝いします。お祝いします。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。はい。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。
平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした収穫と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。この信号で右折しますんで、ちょっと気持ち急いでもらえれば。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、
皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の弥栄を祈念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日、悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来、なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下、
お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である幸福の家塚を祈念いたします。次世代の皇室を担われる雅仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。雅仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男雅仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日雅仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来なんと40年ぶりの男性男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。雅仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。雅仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。雅仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。はーい。雅仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の家坂を記念いたします。次世代の皇室を担われる雅仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。雅仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男雅仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日雅仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来なんと40年ぶりの男性男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。雅仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。雅仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。雅仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。雅仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の家坂を記念いたします。次世代の皇室を担われる雅仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。雅仁親王殿下、お誕生日おめでとうございます。9月6日は何の日だかご存知ですか？
秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンへ行かれ、皇室外交の一翼を担われました。将来の天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私どもは国民として日本の中心である皇室の家坂を記念いたします。次世代の皇室を担われる悠仁親王殿下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、9月6日は何の日だかご存知ですか？9月6日は秋篠宮家のご長男悠仁親王殿下がお生まれになった日です。平成18年9月6日悠仁親王殿下は愛育病院でお生まれになりました。お父上の秋篠宮殿下ご誕生以来なんと40年ぶりの男系男子のご誕生でした。平成時代に生まれた唯一の男性皇族であり、皇位継承順位は第2位の方です。悠仁親王殿下お誕生日おめでとうございます。悠仁親王殿下はすくすくとお育ちになり、今年中学生になられました。悠仁というお名前の通り、ゆったりとした風格と気品をお持ちです。8月には初めてブータンに行かれ、皇室外交の一翼を担われました。天皇陛下のお誕生日をみんなでお祝い申し上げましょう。悠仁親王殿下お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。他の中に入ってください。はい、一番もしないんですね。お疲れ様でした。どうも。佐藤さんも来てる。あ、そう、佐藤さんがあれですもんね。そう、今日は初めてのこういうパレードの、
私たちにとって初めてで慣れないことも多々あって、皆さんご不自由な思いをなさったんじゃないかと思います。何か失礼なことがあったらご容赦いただきたいと思います。まあ最初のスタートの日比谷公園のところは集会らしいことはできないので、最後のところでちょっとお時間をいただきましてですね、簡単に、前回の高め、敬愛の気持ちを高め
ういったこともね、含めてね、あの我々のね、気持ちというものをやはりアピールしていく必要があるのかと思います。そしてね、私はね、やはり本日、亡くなられたね、沼山さんとの気持ちもね、あの一緒にここにあるんだと、まあ、そういう、思いを込めてですね、私も本日歩きました。まあ、沼山さんはね、祈りというものを大切にして、今まで活動というかですね、やってこられました。まあ、我々のね、この祈り記念というものをね、必ず実現してね、広告 最高、まあ、これを目指してですね、これから頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。どうも、本日はお疲れ様でした。ずっとずっと頑張っていきましょう。では最後にブルメ
鉄は京橋とか、宝なんとかっていうのありますか、宝町とか、地下鉄の駅も近くにありますので、そちらの方で、お気をつけてお帰りください。それからここに若い彼女が、持っているものの中にですね、もし帰りにご乗車いただけるようでしたらば、来年に向けての準備に使い分けていただきますので、よろしくお願いいたします。今日は皆さんと一緒に本当に歩けてよかったです。ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。